神戸市東灘区阪神大木駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はですね、子犬の遊びと喧嘩の見極めるコツを今回お話しさせていただこうかなと思います。ドッグラン行ったりだとか、お散歩で公園で、他のワンちゃんと会います。その時にすごくね、こう意気投合してうわーってなってるんだけども、これって一体これ喧嘩みたいな、遊びなんってわからなくなる時ありませんか？で、これは一体ほっといてもいいものなのか、それとも仲裁に入った方がいいなのかのちょっと見極めるところがわからないっていう方結構多いんですよね。まあもちろんね、もうこれ一個知ったからって言ってね、もう全部わかるってわけじゃなくて、もちろん経験値が必要なんですよね。飼い主さんの見る目のね、あれなんですけども、まずはこの第一歩としてこういうところ見極めていきませんかっていう一つのコツがありますので、今日お話しさせていただきます。公園とかね、あとはドクランとかでね、わちゃわちゃしてて、ちょっと飼い主さんちょっと不安だなーっていう方は最後までチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram しています。ブログは僕の思いを発信しています。Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。というわけで、子犬の遊びと喧嘩を見極めるコツ、これ一つお伝えします。はい。それ何かというと、鬼ごっこ。これになっているかどうかです。鬼ごっこになっているかどうか。結構ね、まずいのは一方通行なんですよ。ずーっと鬼が変わらない。何かというと、こう、ワンちゃん、うれですか？ぐわーっと追いかけでしょ、わーって。逃げるでしょ、わーって。で、くるっと、わーって。わーわーわーってなってたら OK です。うわーとかってね。ガーだけだとダメってことです。ガーだったりとか。あー、うわーってやったり、うわーです。ダメなのは、うわーです。うわー全然こっちが何も反応せず、みたいな。は、ちょっと遊びにはなっていないんですよね。はい。で、それがずっとなりすぎると、こっちの方がもう怖くなっちゃって、ガブッとかってなっちゃって、本気の喧嘩に始まってしまうことがあります。はい。なので、片方だけが追いかけているのではなくて、きちんと鬼ごっこになっているかどうかっていうのがまず見極めることになってきます。はい。じゃあこれね、飼い主さんとしても、まあ、いろんな方がいらっしゃいますね。他のワンちゃん楽しく遊んでほしいなーっていう方もいらっしゃるか、いやそうでもない、いらないですって方もいらっしゃると思いますけど、結構ね、他のワンちゃんと遊んでほしいなっていう方多いんですよね。で、この時に楽しく遊べるようになるコツっていうのを一つ今回お話させていただこうと思いますので、これぜひね、実践してください。それ何かというと、これ宿題です。今日からですよ。できるだけ小さい頃から楽しく遊ぶ習慣だったりだとか経験を作るということです。はい。できるだけ小さい時っていうのはもう今しかないです。もう過去戻れないんで今なんです。今が一番若い時です。なので今から、楽しい経験っていうのを少しずつ積んでいくと、長い目で見たときに他のワンちゃん怖くないっていう子に育ちますので、ぜひ今日からね、他のワンちゃんとのコミュニケーション、それは楽しい経験でガブって噛まれたりとかね、わーわーと吠えられたりとかしたらネガティブですから、楽しい経験を埋め尽くすっていうのが大事ですので、今日からやってみてください。というわけでね、ちょっと実践してみようと思いますって方は、いいねとかコメントいただけると励みになりますので、よかったらお願いします。まあ、こういった話で今回はワンちゃんとの遊びについてね、お話しさせていただきました。こういったお話もですね、しつけ方教室でお話しさせていただいております。そのしつけ方教室の前のね、入学説明会っていうのがあります。下の概要欄にですね、リンク貼っておりますので、1歳未満しつけに悩む方、ワンちゃんとのコミュニケーションに悩む方はぜひチェックしてみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。